ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、結界師について、年齢当てコンテストに出たら、絶対に当てられない人を紹介するわ。ぱっと見、ベテランサラリーマンみたいだな。でも、法律では酒もタバコもダメなのよ。もちろん、結婚もダメだな。もう数回は選挙行ってそうよ。下手したら立候補してそう。名前もちょっと明治維新にいそうなんだな。それじゃ、ゆっくりしていってね。確かに明治維新で活躍してそう。でも、まだバイトもできない年齢なのよ。店長みたいなのに。コーヒーもブラックだろうな。でも、学校ではミルクのみなのよ。普通はここから2段階は成長するからな。獅子王元くんって、本当にすごい。まだ中学2年生なのよ。学校行ったら先輩もいるのよ。吉森と全然違うな。絶対にケーキなんかは食べないわよ。でも、まだ体育で AAO とかやるんだぜ。可愛らしく、バドミントンをやるかもしれない。やだー。でも、中2って恥ずかしいことも多いよね。世間ではまだ子供だもん。でも、獅子王元はもう大人だ。小さい頃から苦労してきたから、なんとなく悟りを開いているもんね。吉森と時音の仲もわかってるし。完全に理解しているな。気を使う必要一切なし。孤独な感じだけど、まだ子供だから、みんなに見守られているのよね。そうだ、まだ14だし。普通はお小遣いいっぱいもらえるよね。一番調子に乗る時代だし、意味なくコーラ一気飲みしたり。14って、ハンバーガーばかり食べてたな。そう、ジャンク天国。獅子王元は一切やらなさそうだけど。量混じりなのを嫌そうにしてて、それが全てに繋がっているわ。超ネガティブだからな。小さい頃から、対応を受けてて辛かったでしょう。仕返しで暴力を振るったことで、両親からも見放されるわ。最悪な幼少期だな。その流れで裏会に入って、補佐役になってカラス森に来るのよ。ほんと、まだ14なのにな。だから、基本的には真面目で純朴よ。思いやりがあるし。そういえば吉森と一緒に甘いものを食べてたな。吉森くんに気を使って無理したのよ。優しい一面があるのよね。そうだな。吉森くんのあのペースでケーキ持ってこられたら。わぁ、キャー、聞いて鬱陶しいわよ。普通の人なら引くな。そこを吉森くんに合わせて、優しく食べてあげたのよ。もしかしたらすごい大物じゃん。そうよ。見た目だけでなく、中身も大人なのよ。いろんな苦労を乗り越えているからな。それに比べたら吉森くんなんて、ちょろいちょろい。絵に描いたような中二だからな。時音ちゃんと仲良く見えるって、言ってきたりもするのよ。冷静な分析だな。それだけ周りをよく見ているのよ。中二から高校生を見たら、完全に大人よ。でも、冷静に見ているのね。中二から高校生って、先輩以上だからな。そう、お姉さんというジャンルではなく、もっと特別なカテゴリーよ。そんな大人を冷静に分析するなんて。とにかく、彼は優しい人なのよ。でも、優しすぎてやりすぎたことがあるわ。え、何をしたんだ。完全かよ。あやかし混じりが完全変化することは、危険すぎて禁止されているの。危ないんだな。国防楼との戦いの時、敵の勢力は圧倒的だったわ。ガギンがめっちゃ強かったの。それで完全化を決意したのか。そう。強い敵と戦うために、禁止されている力を使って、真面目すぎるから、すぐ決意するのね。その時、吉森は？実は、吉森くんの言葉のおかげで、迷いがなくなるの。気合が入ったのか。そう。完全変化しても、自分を保つことができたの。すごい状態なんだな。吉森くんと時音ちゃんとガギンを追い詰めるわ。あと一歩。クライマックスだな。クライマックスよ。ここが一番大事。頑張ってくれー。でも、最後のところに、敵軍のカグロが奇襲を仕掛けてくるの。なにぃ。せっかくガギンを追い詰めたのに、また強い奴が出てくるなんて。奇襲は辛いよな。だいたい火で明るいのか黒いのか、はっきりしてほしいわよ。まあまあ、こんなにイラつくって珍しいな。だってだって、どうしたんだ。この奇襲で、カグロの奇襲で、何があったんだ。元君が、獅子王がどうしたんだ。とどめを刺されたのよ。やられたのか。あの世に行っちゃったのよ。わずか14歳で。
ええ、国防老は強いって聞いてたけど、まさか、元君の命を奪うなんて。ショックだなぁ。幼少時代の声優が、田中真由美さんで、力入ってると思ったのに。ルフィの声だからな。クリリンの声もよ。こんな人が声優しているのに、命を落とすってもったいないわー。贅沢だわー。そっちか。それじゃ、今回の動画はここまで。元君はいい人だったよね。超純朴男だけど、きつい戦いってこともアピールしたな。それは伝わったわね。動画が面白かったら、高評価、チャンネル登録などしてくれると嬉しいぜ。ご視聴、ありがとうございました。